前回の講義までであの大体の基本的な基礎的なあの西洋の思想に対するですね、えーまあ、あのポイントは押さえたというふうに考えます。でそれらのことをもとにですねあのこういった知識を前提としてこれから、えーまあ、まあ多くの方が興味を持っている だろうと思われる部分ですねそしてあの現代の陰謀にも直接関わってくるようなレベルのことに話をこれからからら今日進めていいきたいと思ってますで目標はですねあのダ・ヴィンチコードの内容につながっていくレベルのことそれからあのレンヌル・シャトーの謎っていうのかなそういった部分につながってくる部分あのテンプル騎士団とかあのカタリ派テンプル騎士団ですね そういった部分とかですねそういろいろ謎の部分というのがあるわけでこれまでの知識の総動員をかけてですねでこれまでこういうことをお話ししましたよねっていうレベルでそしてそういったものに関連づけて話をまとめていこうということでこれから何回か丁寧に説明していこうと思います。<laughs> 文章や司会文や会 などの考古学的な発見により独創的と考えられてきたキリスト教の多くが決してそうではないことが突然明らかになったのであるでこれはあのカトリックという宗教がですね一般の人たちから聖書を取り上げてたわけですよね読めないようにしてたというん、でもうずっと隠し続けてきたっていうねあの支配層がいつもやる手立てですよねこの,このやり方っていうのはね。 絶対に真相を教えないなぜかっていうとあの知らせないで一部の人たちだけがあの真相を知っているっていうことがですねこれはあのキリスト教では非常にうまくやられててあの聖書を人々から全部遠ざけてたで本当の聖書の秘密イエスの秘密は隠し続けてきたでそれを叫ぶような連中は弾圧してきた。<laughs> <laughs> そうなんですねあのこれは多くの人が指摘しているようにイエスが独身であるとみんな思ってるんですけどあの結婚について一切福音書が触れてないっていうのはおかしいっていうことがやはり多くの専門家が言っていることなんですねユダヤ人は独身であることが非難されますのであのイエスがもし三十いくつにもなって独身でそれがあ,のある種の一団を率いてたとなるとあのユダヤの長老たちのいわゆる非,非難の対象になるはずなんですね。現実に あの後の時代の似たようなイエスのように独身であった指導者は激しく非難されているわけですね。で、そういったことを考えると福音書が一切そういう非難を書いていないということはかえって不自然なんですね。で、これはイエスがですね、ここに書いてあるようにあの妻ではない性交所の相手がいたのか、それともあの結婚していたかどちらかなんですね。結婚してたからあのユダヤ人の長老たちは当然何も言わない。 だけれども結婚していたことを福音書の記者は隠したということなんでしょうねなぜ隠さないといけなかったかが問題でしょうね福音書の記者がね隠さなければならなかったのかはい。イエスが結婚していたことの証拠としてイエスが水を武道酒に変えたカナの婚礼が、えー、実はイエス自身のものであったという説があるどうもあの当時の風習として武道酒を用意しておくっていうのは花婿の あ、花婿でなければですね。花婿の仕事というかあの役割だったようで、そのことを根拠にこれを言っているわけですね。で、あの事実このカナの結婚式、カナの結婚がですね、イエスとベタニアのマリアの結婚式だったんですね。で、これはあのまああの教会というのはおそらく知っているはずなんだけど隠し続けていてさも 誰か他人の結婚式にイエスが招かれたふうような説明をしているんですね。で、これはあのベタニアのマリアとイエスの結婚式のはずです。それで、まあ、ぶどう賞を準備し、彼がしてたということなんですね。だから、結局、あの多くの人がね、自分たちにどういう都合がいいから。どういう思想を受け入れるかというだけのことなんですよ。で、僕は、あの、そうではなくて、本当はどうだったのかということ。を いいろいろな文献とかあの学しそれがですねいい加減なものでないのはこれからずーっと説明していくいろんな陰謀ですねそれからの語り派の財宝は何だったのかというようなこととかそれから「聖杯伝説」っていうのは本当は何の意味なのかとかっていうことを読み解いていくときにですね僕が仮定をした仮説になります。まあ、僕は直感で事実だと思ってますけれども それを前提として解釈すると全部の説明がつくの。